ただいまの時刻は朝の6時15分です。いやもう寝れないよね、失恋とかした後って。いやめっちゃ久々にさ、この人いいなと思って付き合いたいなと思ったから、マジでやむ。もうさ、失恋とかした後ってさ、とにかく一人でいる時間を作ると考えてしまうからダメなんよね。そうだから、もうなんて言うんだろう、とりあえず予定を入れまくるしかないの。とりあえず外に出て何かをすることでそのことを考えなくなるから、だから無理やり出かけたりしたり、無理やり予定を入れることをおすすめします。まあ、なので私はとりあえずお昼ご飯の予定と夜ご飯の予定を1週間バーッと入れました。でもさ、こうやって結局家でいるときは一人なわけじゃん。だからもう考えたくなくて、も考えてしまってこうやって寝ずにもう朝を迎えます。マジで体に悪い。でも失恋したときってみんなそうだよね。いやマジでさ、もう時間が解決するしかないじゃん。だから早く時間が過ぎてくれることをひたすら祈る。喉乾いた。韓国で食べたチャパゲッティの味が忘れられなくて、チャパゲッティ食べたいんだけどさ、近所に韓国スーパーとかないし手に入らない。今めっちゃプルダックンポックプオンミョンみたいな食べたい。辛くてなんかちょうどいいやつ。眠いけど今6時じゃん。で11時に脱毛があるので、12時から男の人とランチで、25歳くらいの男の人とランチだから寝ない。寝たら寝坊しちゃうから、脱毛キャンセルしたら当日キャンセル2000円かかる。毎回キャンセルしちゃって、もうそのキャンセル料だけどれくらい払ったんやろってなってる。もうなんか失恋すると全てにおいてやる気が起きないよね。でもさ、出会って2日で付き合うは早すぎとか言われるけどさ、周りで出会って初めて出会った日に付き合って結婚した友達もいるし、わかんないよね。だし自分があんなに心ときめくのも初めてだったし、あんなに自分が相手の顔を見てニヤニヤしちゃうのも初めてだったから、もうそれは好きじゃん。もう自分の気持ちに素直になってさ、告白受け入れたらさ、こんな捨てられるなんて思ってないじゃん。もうまあ、でも振られた私にも理由、また振られた私に原因もあると思うし、もちろんそういうことを常習犯としてやってたかもしれない、彼は最低かもしれないけど、やっぱり私は彼とのいい思い出の方が勝つので、なんか責められない。もうさ、私人のことをアドバイスするときはそんなクソ男やめねよとか言えるのにさ、いざ自分がクソ男に当たると、いやでも本当にいい人だったしとかなっちゃうんだよね。まあでも自分のことをこうやって大切にしてくれない人とはすぐ縁を切ったんですが、まあそんなことをされてもまだ好き、セフレでもいいから付き合いたいっていう子もいると思うんだけど、私は最低バイバイって言ってブロックした。だからもう連絡取れない。うん。この YouTube を見て Gmail にメールしてくれない限りは連絡取れん。でも本当にもう自分のことを大切にしてくれない人からはすぐ離れた方がいいと思う。でもこうやって忘れる日が来るまでダラダラ朝を迎えてひたすら病んでみたいな日もある。人生ってそんなもん。でも一日を大切にしたいから予定をたくさん入れる。なんかマジでチャパゲッティ食べたくなってきた。ドンキって営業してんのかな、近くのドンキ。 YouTube
1日密着動画にしよう。失恋した女の1日密着動画です。今回はなんかラーメンが今めっちゃ食べたい。昨日の夜ご飯そんな食べなかったから。ドンキホーテで24時間営業。あー、六本木店ならやってるけど、ちょっとだるいな行くのが。プロダックは我慢してコンビニの日本のラーメン買ってきます。じゃあ今から時飛ばし、お米ちゃんに朝ごはんをあげたいと思います。お外出るの？お花になんかゴミついてるよ。お花のお掃除しようね、後でね。お花になんかついてるよ。降りようね、ちょっと待ってね。よいしょ。これか、これで迷う。これって美味しいのかな。もっちいち食べたことない。でも飯田商店はマジで本店食べに行ったけど大好き。これにしよう。アイスはアイス雪見大福のチョコレートがある。美味しそう。え、でもこのクラシックショコラも美味しそう。どうしよう、待って。でも家にアイスめっちゃあるんだよね。お母さんが送ってきてくれるから。まやまやまや、待って、このドライカレーとか。え、待って、この焦がしチャーハンも大好き。こっちもありだな。こっちもあり。チーズタッカンジョンとかあるんだけど、やば。マルゲリータ、これめっちゃ美味しいやつだ。うん、これ超美味しい。お好み焼きもあり。迷うわ、めっちゃ美味しい。たこ焼きもあり。チーズなんて何、美味しそうなんだけど。今コンビニで爆買いしてきました。朝のコンビニ。まず購入したものを紹介していきたいと思います。飯田商店コラボのカップラーメンでございます。はい、こちら飯田商店というラーメンの名店とコラボしたカップラーメンになっております。お次ですね、また麺なんですけれども、もっちっち汁なし担々麺でございます。こちらですね、前々から気になってはいたんですが、初めての購入となります。やはり購入の決め手は、このシンプルなパッケージ。はい、そしてこちらの女子大生が書いたような文字自体ですよね。ここに惹かれました、私。お次です。はい、こちらもピザの名店とコラボしました。こちらの山本シェフですね。こちらの方とコラボしたピザになっております。こちら、実家にありまして、よく食べておりました。はい、お次、長芋ですね。長芋はやはり免疫力を高める大事な野菜です。やはり失恋して免疫が下がっている私には欠かせない商品なのではないでしょうか。最後、デザートですね。冷たく食べる濃厚ショコラ、クラシックショコラ。はい、美味しそうですね。1個あたり168キロカロリーございます。こちらすごく美味しそうではないでしょうか。はい、アイスとともに並べられていたこのシンプルなデザイン、やはりセブン商品しか勝たんということで、いただきます。お湯が沸けましたのでいただきます。皆さん、どれから頼む、どう食べる、もっちっちかこの飯田商店のラーメン。え、どうしよう、ラーメンにする。やっぱ失恋にはラーメンじゃない。5分間、はい、437キロカロリー。こちらは437。もっちっちの方がカロリーちょっと高いですね。こちら、やはり飯田様のね、こちら、もうほんとお味を再現している。あ、お米ちゃんがすごい。激しいわ、朝から。こちらにお湯を入れていきたいと思います。あ、このように。マジカップラーメン、久々だな、韓国で食べる。これは何、直前に入れるのかな。早くだけ。事前に入れる、火薬事前に入れて、で醤油と麦は後から。よいしょ。ちゃん、カリカリご飯だよ。食べれるかな。初めてのカリカリご飯。あ、食べれそうだね、お米ちゃん。ちょっとずつふやかしたのを。あ、でも硬そうに食べるね、ちょっと。
ちょっとずつふやかしをね、なくしていって、今4ヶ月なんですけど、割と食べれるようになってきました。えらいね、おこみちゃん。カリカリ食べれてえらいね。なんとか食べれそうですね。いい食べっぷりですね。カリカリになりましたけれども、今日からこの調子でカリカリ頑張っていきましょう、お米ちゃん。鼻になんかついてますね、あなた。本当に。長芋から食べていこう。食べるといつもお米が飛んでくる。でも食べたら危険だから、いつもゲージに入れるの。おいしい。いいお口直しです。このマルゲもね、マジで美味しいから早く食べたい。みんな温かいコメントありがとうございます。それは簡単に体を許してしまう自分の責任だよというコメントもたくさんありました。本当にその通り。おう、海苔が真っ二つに割れた。そう、本当にね、私いつもさ、付き合っても1ヶ月とかやらないんですよ。でも今回は珍しく、やっぱ相手も誰か分かってたし、YouTube とかいろいろ見てて。そう、だからちょっと気を許してしまった自分がいますね。ちょっと待って、このソース、開かない。開いた。特製油、あ、そんな入れなくてよかった。まあ、いくら相手が知ってる人だといえ、付き合って、まあ、間もない時はね、やらない方がいいです、経験上。もうね、私、付き合って半年以上やらなくても待っててくれた人がいて、マジでその人が一番長く続いたし、一番いい人だったし、もう本当に全てにおいて素晴らしい人だった。幸せになっていてほしいと思う。ぜひ、この教訓を皆様に、飯田商店、食べていきたいと思います。暑そう。さっき家の前です。超モデルみたいなスタイル良い美女が、チアリーダーみたいな格好してて、朝から何のコスプレと思ったら、ゴルフの車待ってるだけだった。めっちゃ可愛かったな。一緒にゴルフ行きたいわ。暑そう。麺がまるちゃんっていうだけあって、マジでもちもち。まるちゃんの麺が一番さ、ラーメンの麺って感じよね。おいしい。はい、お米ちゃん、外出たいの？ここからは早送りで。ラーメン食べ終わったので、マルゲリータ食べていきたいと思います。麺の量はね、めっちゃ少なかった。余裕でした。美味しかった。チャーシューはちょっと残しちゃった。クラシックショコラ。次はちょっとピザをね、今オーブンで温めてて、焼ける前に。おお、こんな感じになってました。美味しそう。どうやって食べるの？手で？スプーンか。いただきます。おいしそう。これ手作りとか言ってさ、バレンタインに渡しても良さそう。ちょっと硬いけど、おいしそう。いただきます。おいしい。これ手作りって歌える。めっちゃおいしい。甘すぎず苦すぎず。ピザが焼けた。ピザが焼けました。チーズがあんま溶けてくれなかった、上の。いただきます。全然ね、ちょっとチーズが溶けなかった。熱
ただきます。熱いよ。ちょっとねハサミで切るしかないねこれ。まーす。本格的でマジ美味しいこのピザ。おすすめ。いや、お腹しちゃいました。ごちそうさまでした。油が体の中をもう走りすぎてやばいので、クロロン剤流します。今から寝ます、多分。やっぱ今からあのビナムドンソイングクのドローンを見て脱毛行くと思います。多分寝ちゃうかな。でも眠い。ありがとうございます。ハヤシライス美味しそう。タルタル。チーってカメムシの味しない？カメムシの匂いするよね。絶対食べれない。カメムシ食べたことないのにカメムシの味するよね。する。わかる。福神漬け美味しそう、めっちゃ。いただきます。痛いよな。肉が好きなんだよね、普通に。僕になれるんだったら2000万かけて整形しちゃう。でも髪型めっちゃ似てない？髪型寄せてってる。いつもどこの美容院行くの？島なんだ、うん、ゴニじゃないんだ。え、何そこ？ゴニ青山。ダウンパーマーめっちゃうまいよ、韓国の。コンガンの髪型にしてくれる。乾燥毛だからさ、パーマかけて大丈夫かな。あのダウンパーマだから後ろ友達いるから紹介できる。ゴニ東京。うん、めっちゃ韓国で有名な美容師で。え、本当だ、韓国人しかいないじゃん。そうだよ、みんなそこでやってる。へえー、行ってみよう。そこのダウンパンもかければ全員イケメンになる。おいしい？めっちゃうまい。に買ったよ。こちらにはお持ちしてないんですが、はい、でもチョコレートが大好きなこのチョコレートパイ、大倉の。何度食べても美味しい。本当？かわいい、なんか赤ちゃんのバブ。なんか来た。ちょっと違った想像と私の。ちょっとニョッキン。美味しそう、トリュフ。大理石だってさ、全部ベージュパスタ頼んだらさ、マジムキムキの筋トレしたパスタみたいな。めちゃ太いの来た。ちょ、負けないっていうね、しかも負けない。おいしい。皆さん、本日の動画いかがだったでしょうか。結構ね、失恋をしたり辛いことがあったりすると、まあ、一人でいる時間にいろいろと考えてしまってね、また悲しんでしまったりとかあると思うんですけど、まあ、少しでもそういった方が私の動画を見てくれて、自分一人じゃないんだとね思ってくれたら嬉しいなと思って、私もちょっと悲しい出来事だったんですけど、こうやって YouTube に残すことにしました。だからもちろん自分が悪いし、自分の招いた結果だと思うから、別にそこに関して正しい正しくないを求めてるんじゃなくて、私は少しでもそういう励みになったらいいなと思って、こういう動画も上げてるので、みんなに伝われば嬉しいかなと思ってます。はい、ということで、失恋した女の一日動画、ここの辺で終わりたいと思います。高校の卒業式ぶりに会いました。ありがとうございました。ギャルになって、手も4枚重ねしてたからさ、だいぶギャルだったよね。ギャル。
あ、足やばくない？そのヒール。めっちゃ痛いじゃん。絶対痛いよ。絶対痛いでしょ。歩こう。分かった。そんなに言うなら仕方ないな。歩こう。